平野紫仕様、滝沢市プロデュースの新展開、キンプリは東方新起とジジエの舞台へ、キングプリンス以下、キンプリの元メンバーである平野仕様の新展開が、6月29日発売の、女性セブンで報じられ、ファンやマスコミの注目を集めています。平野は先月22日に人従事ユータ、キシユータとグループを脱退し、 ジャニーズ事務所からも退場しているとされています。報道によれば、滝沢秀明氏が平野のプロデューサーを務め、アーティストプロデュース会社、とべを設立しているとのことです。平野の新たなステップ。平野はジャニーズ事務所を離れ、飛べを設立した滝沢秀明氏のプロデュースのもと、新しい音楽プロジェクトに取り組んでいるようです。 このニュースは、ジャニーズ事務所を離れたアイドルが新しいステージで活動する様子に注目が集まりました。ジャニーズのアイドルが事務所を離れることは稀であり、そのためにどのような展開が待ち受けているのか、多くの人が興味津々です。飛べとは飛べは、滝沢秀明氏が立ち上げたアーピストプロデュース会社であり、すでにタレントオーディションなどを行っていることが報じられています。 この新しい会社がどのようなアーティストをプロデュースし、どのような方針で活動していくのか、音楽業界において大きな注目を集めています。金プリの未来予測。報道によれば、平野だけでなく、神宮寺も飛べに合流する可能性が示唆されています。一方で、騎士はまだジャニーズに在籍しており、退社予定は9月末とのことです。 これにより、金プリは残留組取り脱組に分かれる構図が浮上しており、これまでのグループとは異なる展開が予測されています。金プリとスマップへの類似性。マスコミ関係者の中には、金プリの今後について、スマップのような対比が報じられるのではないか、との意見が広がっています。かつてジャニーズのトップアイドルグループであったスマップをも、解散後にメンバーが退場し、 ここに新たなステージで活動しています。このような洗礼から、金プリのメンバーが異なる道を歩む可能性が浮上しており、その行方に多くの関心が寄せられています。東方新規とジ事への事例、一部のマスコミ関係者は、金プリの今後が東方新規とジ事へのような構図に近づく可能性も指摘しています。 東方新規はかつて5人組で活動していましたが、事務所とのトラブルを背景に3人が脱退し、プロとして再始動。残りの2人は新たなグループチェチとして活動を始めました。このような過去の事例から、金プリの未来がどのように展開するのか、ファンや業界関係者の興味はつきません。金プリの今後の展望。 キンプリは現在、残ったメンバーである長瀬門と高橋山の二人体制で活動を続けています。6月21日には新しいシングル、何者、をリリースし、これまで通りの活動を続けている様子が報じられています。 しかし、7月にトベが何を発表するのかという点が注目されており、金プリの未来について新たな情報が明らかにされることが期待されています。平野仕様の新展開は、ジャニーズファンや音楽業界において大きな話題となっています。トベの存在や滝沢秀明氏のプロデュースによる新プロジェクトは、金プリの今後に大きな影響を与える可能性があります。 金プリのメンバーが異なる道を歩む可能性や過去のアイドルグループとの類似性から今後の展開には不透明な部分もありますがファンたちは金プリの新たなステージに期待と興奮を抱いています。飛べの発表が待たれる中音楽業界とファンは金プリの未来に注目を集めています。